こんにちは、新大リメンバーの高橋鈴香です。こんにちは、就職活動のアドバイスをしているトイアンナと申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日なんですけど、トイさんに来ていただいて、前回私南さんと面接したんですけど、それが本当にボロボロだったので、それを改善してきたので、それをちょっと見てほしいっていうところと、あと実際に今自分専攻進んできていて、来週第一志望の面接があるんですね。お、楽しみですね。企業さんと面接するのは初めてなので、はい、ちょっとその前に自分の改善点を見つけておきたいなということで、今回はトイさんと面接を撮影させていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ではですね、まず自己紹介を簡単にお願いできますか。はい、はじめまして、独協大学英語学科から参りました4年生の高橋鈴香です。私は就活 YouTube 旬ダイアリーで動画ディレクターのインターンをしておりまして、ここでは1年半で合計120本程度の動画を作ってきて、登録者も6万人から13人に伸ばすというところの一助になってまいりました。で、仕事としては企画をして、出演者さんをキャスティングして、撮影して、まあ、編集も少ししてサムネイル作ってというところまで担当しておりました。本日はよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。その動画をいっぱい撮影されたってことなんですけれども、はい、それが学生時代に頑張られたことなんですか。そうですね、この経験が自分が一番力を入れたことになります。はい、よければどういうふうに頑張られたか具体的に教えていただけますか。はい、はい、ありがとうございます。旬ダイアリーっていう YouTube を運営してたんですけれども、ここ6人のメンバーがいたんですね。で、その仕事の大変さから4人が辞めてしまう中で、私は1年半合計120本程度の動画を作ってきて、で6万人から13万人に伸ばしたっていうところが、自分が一番この頑張った旬ダイアリーでの経験の概要になります。はい、ありがとうございます。どういうふうにして頑張ったら、その16から13万人ってすごい数字を増やしを作れたんですか。はい、そうですね、いろいろやったことはあったんですけど、自分が一番力を入れたことは就活生のファン化施策になります。で、もともと伸び悩んでた時期もあったんですけど、その時期にただ伸ばす企画のセオリーとかが分からなかったんですね。なので、私はそのセオリーが分からない中で、宣伝を立てるとかではなく、とりあえず一回量を出して、一回他の人の2倍3倍量を出して、動画を振り返る中で伸びる企画の方を見つけるようというふうに考えて、ファン化施策を思いついて、そこに注力して伸ばすことができました。ありがとうございます。結構その、何もセオリーが分からなかったっていうところで苦労されたと思うんですけれども、はい、どういうふうにしてこれだっていう筋道を見つけていったんですか。はい、これ先ほどもお話したとにかく量をこなすというところになるんですけど、具体的にお話しすると、1ヶ月平均10本担当するんですけど、そこで私は15本から20本の動画を持って、とにかくいろんな企画を出して、どういう要素が受けるのかとか、どういう出演者が受けるのかっていうのを、 PDCA をとにかく他の人より回したっていうところで見つけました。はい、ありがとうございます。その自分は量で勝負っていうところなんですけど、はい、どうして量で勝負しようと思ったんですか。そうですね、これまでもう動画の振り返りとか、こういうのが伸びるかもねっていうのがあったんですけど、なんで量で勝負しようかと思ったかって言いますと、あんまりその戦略的に計画立てて進めるっていうのが得意ではなくて、っていうよりかは、とにかく他の人に圧倒的に努力するとか、努力量を増やすっていう方が自分の中では得意だなっていうふうに思ってたので、その量を増やすっていう方を選びました。ありがとうございます。それは例えば今その強みだとか弱みをこう伺おうと思ってたんですけど、はいはい、強みというふうに認識してらっしゃるんですか。そうですね、自分の強みとして認識しています。うん、その努力量なんですけれども、はい、例えばその人って努力しすぎると倒れちゃうとか、はい、他の人に辛く感じちゃうってこともあると思うんですけど、はい、そういうところはどういうふうに対処されてるんですか。はい、もちろんその体力的な面と精神的な面があると思っていて、体力的な面でいくと体調崩してしまうことはあったんですけど、1ヶ月頑張って1回体調崩して、1ヶ月頑張って体調崩してみたいなサイクルが自分の中でできてたので、その1回体調崩すのはしょうがないかなと思ってました。で、精神的な面でいくと、その頑張ってる目標が就活生40万人いるんですけど、その全員届けたいっていうところがあったので、ずっと頑張れてはいたかなと思います。ありがとうございます。改めてそのご自身の強みってのはその粘り強さですか。はい、そうですね、3つあると思ってまして、はい、1つ目は、自分の興味を持ったらすぐ行動を見せる行動力、はい、で2つ目は泥臭く努力できるところ、先ほどもお話したところです、はい、で最後が共感力だったり、はい、想像力が他の人より優れてるなっていうふうに感じます。
ありがとうございます。行動力は先ほどのやつですかね、はい、行動力で言うと、もう少し他のエピソードもあります、はい、行動力で言うと、まず一つ目はちょっと集大理の話とは、はい、別になってしまうんですけれども、大学2年生の時に性の多様性に関する、はい、学生団体っていうのを自ら自分の個人 SNS でその情報を発信してメンバー集めて団体立ち上げたっていうところ、はい、でもう一つがその旬ダイアリーで一人の出演者を探すために実際に大学に行って声かけをしたりだとか、就活イベントに行っていろんな学生さんに声をかけて出演者を集めたりするっていうことを行っておりました。最後の想像力はどういったところで発揮されてるんですか？はい、これは強みというかわからないんですけど、例えば30秒の映画とかドラマとかのダイジェストみたいなところでも泣けてしまうっていうところで、就活生が今どういうところで辛いだろうなとか、どういう言葉をかけてほしいだろうなっていうふうに想像を働かせて動画を作成することで、より普段の動画よりはコメントがついたりとか、はい、視聴者も気持ちを動かすことができたりっていうふうに活かしていました。ありがとうございます。続けて弱みについても教えていただけますか？はい、弱みで言いますと自分の視野が狭くなってしまうっていうところ、あともう一つは身長差にかけてしまうっていうところが、この2つが自分の弱みだと認識しています。身長差にかけるっていう話で言いますと、就活 YouTube に出演する際に、とにかく自分は就活がダメだ、就活 YouTube に出ようってもう自分で決めて行動しちゃったんですけど、まあ後から周りにその名前とか出したら危ないよとか大学生出したら危ないよっていうふうに言われた時に、自分がやりたいと思ったらすぐ行動に移しちゃうんだなっていうふうに感じました。で、視野が狭くなってしまうっていうところで言いますと、これは悪いとは一概に言えないんですけれども、信頼度を伸ばしたいっていう風に考えて一回休学をして新年の方だけに全注力した時に、友達からなんかもうちょっとちゃんと周り見た方がいいよとか、友達との時間作った方がいいよっていう風に言われた時に、これが自分の悩みだなと感じました。ありがとうございます。で、その慎重さの方なんですけれども今は気をつけてることとかってあったりされますか？はい、そうです。何か決めるときは必ず家族と身近な人、身近な友人とかにアドバイスをもらうようにしています。ありがとうございます。続けてですね、人生で一番熱中したことがあれば教えてもらえますか？はい、人生で一番熱中した経験は先ほどもお話しした就活 YouTube 旬ダイアリーでの動画ディレクターの経験になります。はい、ありがとうございます。続けてですね、はい、挫折した経験とか、はい、そこから頑張って立ち直った経験とかってあるんですか？はい、旬ダイアリーのパネルの話になります。で、ここで一番ディレクター経験が長かったんですね。なのでリーダーを任せられてた時に動画伸ばしたいなと思って、著名人を出せば伸びるだろうっていう風な仮説のもと1ヶ月間その企画だけに全注力したんですけど、まあ、結果的に企画が全部伸びなくって、でかつ他の新しいメンバーがその時入ってきたんですか聞いたんですけど、そのメンバーが動画を全部伸ばしていってて、自分のプライドとか自信とかが全て なくなってしまったっていうところが一番の経験です。ありがとうございます。どうやってそこから立ち直ってるんですか？はい、半月ぐらいは、まあ、ずっと落ち込んでたんですね。ただなんかその中でいろんな大人の人に話を聞いていく中で、やっぱりプライドとか全部捨てて、その子たちに一回企画どういう風に作ってるのかとかっていうのを全部聞きに行きました。で、その子たちに毎回企画のフィードバックとかサムネイルのフィードバックとかをもらうことで自分の動画も改善していきました。ありがとうございます。ではですね、最後にですね、どんな風な軸で今就活されてるか教えていただけますでしょうか？はい、ありがとうございます。就活の軸3つありまして、はい、1つ目が人の孤独を解消できるかどうか、で2つ目がその手段として動画が軸にあるかどうか、で3つ目が挑戦を後押ししてくれる環境があるかどうか、この3つ就活は無軸と掲げています。ありがとうございます。ちょっと細かくて申し訳ないんですけど、はい、それぞれについてどうしてそう感じてらっしゃるか教えてもらえますか？はい、ありがとうございます。1つ目の人の孤独を解消してるかで言いますと、自分中学時代にこれ中学生あるあるかなって思うんですけど、仲間外れみたいなのがあったんですね。で自分もその時そういう風な感じになっていて、その時に感じた疎外感とか悲しさっていうのが今でも覚えてるぐらいすごく強烈な感情です。で、まあ、そういう思いをする人がいなくなってほしいなと思って学生団体とか信頼人とか言ってたんですけど、やっぱりそういう気持ちがあるので、そういうことを解消してる時に
すごくやりがいを感じられるっていうところをもとに、まあ、人の孤独を解消できてるかっていうふうに軸として持っています。2つ目の動画を軸としているかっていうところで言いますと、ここ理由2つあって、まあ、自分の強みである徹底的にこだわることができる力を活かせるからっていうところと、あと動画には人の心とか人の行動変容を起こすことができるほどの影響力があるというふうに実感しているからです。で、3つ目の挑戦を投資してくる環境っていうところで言うと、自分の強みである行動力が活かせるなっていうところと、新しいこととか未知の可能性に挑戦してるときが一番ワクワクするんですね。なので挑戦を投資してくれる環境があったら、自分らしく自分の一番力が発揮できる環境で働けるだろうなと思って、この挑戦を後押ししていく環境を軸として持っています。はい、ありがとうございます。それではですね、私から伺いたいことは以上になりますので、はい、一回こちらで面接を終わらせていただきます。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。さて、本日はありがとうございました。ありがとうございました。自信のほどはいかがですか？いや、浅いことしか言えなかったなっていうふうに思ってます。じゃあまずは一般的な面接の結果として丸×を出させていただきます。はいはい、せーの、おめでとうございます。ありがとうございます。じゃあ逆に私が今志望してる企業で言うと、まだ×かなっていう感じです。まあ、どこかわからない範囲でちょっと情報を出させていただくと、はい、高橋さんが受けてる会社は超高倍率の大人気企業です。で、それを踏まえた上のフィードバックになっていくので、まずはちょっと一般的な面接の話させてください。まずなんですよ、素晴らしかったですね。特に前回からの成長が凄まじいと。前回からの成長は結構ですね、私も質問させていただくときにあえてですね、流れるように前の話題につなげる形で今回お話をさせていただいたと思います。で、この感じをするとですね、初心者の就活生って固まっちゃうんですよ。で、そこでひるまず、あ、これっていつも聞かれてる、要は強みとか弱みの話だなとか、はい、あ、これってさっきの話につながってるけど究極的に挫折体験聞きたいんだろうなとか、もう察していただいて、それをもうリズミカルに欲しい情報を与えてくださってましたし、あとですね、お答え その情報の深さっていうのがぴったりで、こちらがこのレベルで答えてほしい、今は端的に教えてよとか、ここは深くエピソードも教えてくださいねっていうところを全部それに対して打ち返してきてくださったので、会話として気持ちいいっていうことができてたと思います。本当にスムーズで、この人だったら例えば営業に出ていただいても綺麗なお取引できるだろうなとか、この人は人の前でプレゼンしていただく仕事をしてもきっと素敵にプレゼンできるだろうなとか、そういう期待値を高めてくれる本当にいい面接だったと思います。ありがとうございます。はい、ここからですね、次のパートである、はい、今第一志望にされてらっしゃる会社に通る上でっていうお話なんですけれども、はい、私は面接って3つのレベルがあると思ってます、はい、で、1つ目のレベル、最低レベルですね、はロジカルに話が通ってるか、はい、で、基本的に大半の就活生はまずここが通らないので落ちます。もうここまでできたら実は大半の会社っていうのはもう内定出るっていう状態です。で、その上で2個目に出てくるのが守備一貫してること。この人は一体どういう人なのかっていうところが話してる途中でひっくり返ったりしないことですね、はい、で、最後に3つ目のレベルは感情で心を動かすような面接だ。それを言うとね、感動拒否を作れって話になるんですけど、はい、というよりはその会社に対して、あ、ここに本当に来たいんだなと思わせるとか、うん、この会社を狙って本当に来てるんだなと思ってもらうとか、はい、そういう戦略の立て方になってきます。で、現在はレベル2で奮闘してるところかなっていうのが私の感じたところです、うん、はい、で、高橋さんがですね、受けてらっしゃる会社は本当にたくさんの方が受けられるので、そうするとどうしても内定する人はレベル3まで持っていってほしいという期待値があって、だから厳しいねっていう厳しい判定になっちゃうわけですね、はい。で、具体的にどこを直していけばいいかなっていうと、はい、3つあると思います、はい、1つ目は話す速度が速すぎます。面接で聞いてる人たちはお年がね、高橋さんより結構上目になってくるので速い速度の音波を聞き取れないじゃないかな。なので普段の2分の1倍速でいいです。
わかりました。では2つ目からもうちょっと戦略的な話をしていこうと思います、はい、今回非常に高橋さんはたくさんのエピソードを話してくれました、はい、でそれが非常に強みなんですけど、はい、一方で高橋さんは一体何の人なんだろうという印象を残すことが難しくなってきていると感じてます、うん、はい、例えばですけれども、私はもうとにかく粘り強さで言うとどんな人間にも負けません、執着心がすごいです、はい、っていう風に見せたいのであれば、はい、旬ダイアリーさんで頑張った話でもとにかく量をとおっしゃってましたけど、はい、どれぐらい量を出したのかって話とか、ね、あとはその学生団体の話でもどれぐらいしつこくで駆けずり回って作ったのかとか、うん、あ、この人本当にしつこいなみたいな、はい、そういうですね、一つのイメージを作れるような説明の仕方を戦略的に持っていけると素晴らしいですね、はい、なので面接の前に準備することとして、私はじゃあこういう人と思われるように相手に伝えようっていう戦略を決めちゃって、それに対応してどんなエピソードを持って説明するかっていうのを考えてみるとすごくいいと思います。で最後にもう一つは、はい、これの何々の人っていう話につながるんですけど、はい、いろんなエピソードがありましたね、はい、これを通じて高橋さんがどんな社会人に見られたいかが今はっきりしてないと思います、うん、例えば高橋さんはどんな社会人としてうちの会社でそつなく働けそうかなって思ってほしいんですかね、はい、明るくて、はい、誰よりも努力する、うん、時間をかけて働く努力家みたいな感じですかね、はい、そうしたら努力家としての一面を見せるためにどんな風な強みを見せ方をしようかとか、はい、そういう話をぜひ戦略的に入れてほしいですね、はい、今って多分あ、じゃあ学生時代に力を入れたことはこれを答えよう、はい、でそのための補強するエピソードはこれだってバラバラに考えていらっしゃるじゃないですか、はい、そうではなくってじゃあ粘り強さを見せるって言っても決めて、でじゃあ学生時代に力を入れたことではこれのエピソードを使おう、はい、こういうふうに説明しようって一貫したものを作るとものすごく強くなると思います。わ、はい、かりました。はい、というわけで、はい、解説させていただきました。はい、ありがとうございました。ちょっとこれをもとに来週の面接頑張ろうと思います。本日面接官をしてくださった戸井さんの情報は概要欄に記載しておりますので、ぜひチェックしてみてください。ぜひですね、確実内定という本を書いていまして、はい、就活のすべてのノウハウをそこに入れてますので、はい、読んでいただけるとすごく嬉しいです。はい、ということで次回は戸井さんにマジカルシンキングについて、その確実内定の本から解説していただく動画になってますので、次回の動画もぜひチェックしてみてください。はい、ということで本日はありがとうございました。ありがとうございました。ちょっと待って、知ってる、うん、ダイアリーのサイトではその企業から内定をもらった先輩のリアルな面接動画が見放題。志望動機とか参考にできるじゃん。絶対にここでしか見られない無料登録で今すぐ見てね。概要欄からチェック。